この時間は IPO インタビューのコーナーです。本日東証グロース市場に新規上場した証券コード一七三 A 株式会社ハンモック代表取締役社長和歌山大輔さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。初値が二千百六十円、この時間二千百五十六円で推移しています。ではどんな会社なのか、早速事業内容からご紹介いただけますでしょうか。はい。 当社ですは、ね、1994年4月1日に会社の方を設立いたしまして30周年を創業30年を迎えた会社でございます本社は東京新宿区にございます拠点としまして名古屋大阪福岡に営業所を開設しておりまして全国で製品の販売とサポートをさせていただいている会社です従業員は243名 事業内容としまして法人向けのソフトウェアの開発販売を行っているソフトウェアのメーカーでございます当社株式会社ハンモックの社名の依頼でございますがハンモックでくつろいでいるような心地よい快適なシステムをすべてのお客様へ提供したいそういう思いでこの社名にいたしました当社のミッションでございます組織を 強くする IT 環境をすべての人へと掲げておりまして業務,業,業,業務領域が異なるあの3つの事業を展開するに至りました、はい、3つの事業ということなんですけれども、はい、具体的にご紹介いただけまず当社の主力事業でございますネットワークソリューション事業ではです、ね、情報システム部門向けに IT 運用管理、情報漏えい対策、セキュリティ対策製品を,とをです、ね、アセットビューという製品で市場に提供させていただいております。続きまして当社で最も伸びている事業でございますが、セールス DX ソリューション、こちらは、ね、法人の営業部門向けに営業支援でありますホットプロファイル、それからホットアプローチ、この製品を提供させていただいております。そして今後 将来成長させていきたいという事業で AI データエントリーソリューションがございます。こちらはですね業務部門向けに当社の AIOCR を当社開発しておりますがその OCR 技術を使いましてデータエントリーのですねコスト削減そういったものを提案させていただいております、はいえー、続きましてこちらこれまでのこう歩みということでご用意いただきましたがご紹介いただけますか。はいはい、当社は創業30年 立ちますが、創業20年間はですね、アセットビューという商品を中心に経営基盤をあの確立してまいりました。で、2014年ですね、今から10年前ですが、新しい事業をあの立ち上げまして、セールス DX 事業でございます。こちらのホットプロファイルをリリースして以降ですね、あの新しいあの製品や 機能を提供さしどんどん提供させていただいて、高成長している状況でございますこの10年間がすごいですね、成長期に入っているということなんですね。では、えー、3つの事業につきまして、えー、特徴、強みをそれぞれご紹介いただけますでしょうか、はい、まず、ですねあの当社の主力事業でございます、ネットワークソリューションでございますが、企業で利用しているパソコンのですね、 IT 運用管理セキュリティ対策情報漏洩対策を統合的に管理するソフトウェアアセットビューを提供しております画面向かって左側がですね、まず外部からの脅威対策といたしまして外部からウイルスやマルウェアそういったものが攻撃を仕掛けてきますそういった外部からの攻撃を対策するセキュリティ機能あそして画面真ん中ですね内部不正対策といたしまして 従業員の方がパソコンを利用いたしますがそのです、ね、パソコンの操作ログや個人情報やメールそういった情報をですべ、ね、てログとして保管管理いたしまして従業員の方の不正対策不正な行動を未然に防ぐそういった機能を提供させていただいております。続いて最後にです、ね、右側ですが 内部からの情報漏洩対策といたしましまてパソコンからこうファイルが表に出たりですねパソコンから USB にこうファイルをコピーしたりそういった時に暗号化を強制的にかけましてもしそういった情報がですね流出したとしてもセキュリティを担保するそしてパソコンやですねスマートフォンこちらの持ち出した時にあのなくしてしまったりそういった時に情報漏え事故が起こってしまいますがそういったものを 管理するデータ消去をする、そういったモバイルに対する情報漏えい対策、さまざまな機能を有しております。この機能、ですね現状、アセットビューは14個の機能を用いまして、統合的に運用管理をご提案させていただいておりますが、えー、こちらのようなこう幅広い対策を取れるというのは当社の大きな特徴でございます。はいえー、さららにこちらはどううででしょうか、はい、あの強みでございますが 先ほど申し上げたようにです、ね、当社は幅広い対策を取れる製品をリリースしておりまして当社のような対策を競合メーカーさん他社がです、ね、提案した場合には,やはり複,合複数のシステムを連携させてお客様に提案するような形になります。となるとです、ね、サーバーが複数そして管理コンソールも複数。 データもバラバラになってしまうということで非常に非効率な運用になってしまいます当社アセットビューはですね、こういったものをすべて統合管理を行いますのでサー,バーサーバー統合管理コンソール統合データ統合として非常に効率のいいご提案をさせていただいておりますわかりましたはい、えー。次がセールス DX ソリューションこちらが今伸びているということなんですけれども、はい、ご紹介ください、はいえー、こちらは当社で非常に伸びている事業でございます、えー、営業を強くして 売上を上げるというのをコンセプトにクラウドサービスで提供させていただいております。法人営業に必要なですね営業プロセスがございます。それはですねまず新規顧客開拓、そして名刺管理、SFA、マーケティングオートメーション、これがですね営業活動の必要なプロセスです。それをですね一気通貫で当社はこのホットプロファイルサービスとして提供させていただいております。 で競合他社さんの場合はです、ね、例えば名刺管理でしたら名刺管理だけのサービスを提供したり SFA なら SFA だけのサービスを提供したりとです、ね、こう独立したサービスのご提案になりますが当社はこのように奇通感でご提案できるというのが非常に特徴でございます、はいえー、さらに強みはどんなところでしょうか。はい そしてですね、当社独自 AI を用いまして企業データベースというのを構築しております。これ今480万社に上る企業のデータ数をこのデータベースとして提供しております。このデータベースを活用してですね、例えばホットプロファイルをご利用のお客様が営業活動している情報蓄積されてるんですね右側ので蓄積された情報にですね、例えば導入事例ができます。1000売上1000億の 上々えー、例えば製造業のそういったところの導入事例ができたと、それに企業データベースにその情報を当てると、ですねその近しい情報というのをこうピックアップして営業の方にレコメンドしてあげるんですね、導入事例に近いお客様をレコメンドする、この企業データベースを使って、そういったことでお客様の売り上げを向上することにお役立ていただいております。はあ そして最後が AI データエントリーソリューションこちらはどんなサービスなんでしょうかはいこちら当社が独自で開発しております AI OCR エンジンをですね複数の AI OCR エンジンがございますそれでその複数の AI OCR エンジンが文字を認識しに行きますでその複数の AI OCR エンジンでここだけはチェックしてくださいねとそういったものがだけをチェックするそういった技術でございます この技術を使いましてデータエントリーコストを削減する技術です。でですね、この AI データエントリそ AI オーシャル技術を使いまして、Waze というサービスを当社展開しております。はい。この Waze というサービスはですね、当社在宅ワーカー在宅オペレーターをあのと契約をしておりまして、この AI オーシャルエンジンで不一致のデータのみを 在宅ワーカーがチェックして修正してそれを提供するというサービスですので昨今です、ね、少子高齢化の社会でこのようなオペレーターがです、ね、非常にその確保しにくいそういった世の中でございますがそれに何かある大概のサービスとして大勢提供させてていいただいておりますわかりました、えー、では、えー、続きまして、えー、業績面について教えていただけますでしょうか。はい、はい 売上高は着実に伸びております今期は42億2500万円の見込みでございますこの6期では年平均成長率は10%となっております次に営業利益ですがこちらも着実に伸びておりまして今期は営業利益6億4700万円営業利益率は約15%の見込みでございます 売上高も利益も、えー、伸長しているということなんですけれども、はいえー、それでは今後について、えー、成長戦略について教えてください、はい、当社はです、ね、このハンモッ目サイクルということがあるのが強みでございます。 このサイクルです、ね、我々ですね、直接エンドユーザーへ提案活動を行っております、そのことから市場のニーズというのをしっかり捉えております、そのニーズをです、ね、当社の自社開発、一貫した自社開発を行ってです、ね、そのニーズをスピーディーに製品化いたします、でその製品化したものをまた提案型営業をする、このサイクルをしっかり回してです、ね、新しい事業領域の拡大、新製品の提供、そういったもので売上を上げていきたいと思っております。 でさらにですねリカーリング型ビジネスモデルへシフトしております当社3事業の製品をですねリカーリングモデルにシフトすることによって安定的収益の獲得と利益率の向上を図ってまいりますこの先ほどのハンモッ目サイクルで新しい製品を出す売り上げを上げていくそしてリカーリングによって安定収益を上げるこの両輪を回すことでですねしっかりと売り上げ会社の方を伸ばしていきたいと考えております。 3つの事業、いずれもまだ成長余地があるということなんでしょうかねはいその通りでおっしゃるお客さんというのはどういうところが多いんでしょうか、大企業も多いし、<あ>中小もあるしと、はい、といううことなんでしょうか、ね、あの当社の商品、幅広くあのいろんなお客様に使っていただくようなサービス構成になっておりますので、大企業から中堅企業様、そして業種問わず、ですね幅広いお客様にご利用いただいている状況でございます。あそうなんですねはい こうまあ複数のサービスを利用しているお客さんもいれば一つだけというようなケースもあったりするんですかね。そうですね。当社の商品全部お使いのいただいているお客さんもいらっしゃいましたら、当社の一事業の製品だけをご利用いただいていたりというような状況でございます。わかりました。はい。では最後になりますが、番組をご覧の投資家の皆さんに向けてメッセージをいただけますでしょうか。はい。今後もですね、市場ニーズを 的確に捉えて、ですね、より多くのお客様の企業価値向上をさせていただくことで、当社もさらに成長してまいりたいと思います。投資家の皆様、今後ともより一層のご指導、ご面達のほど、何卒よろしくお願いいたします。 この時間は本日東証グロース市場に新規上場した証券コ行動 173A 株式会社ハンモック代表取締役社長和歌山大輔さんにお伺いしました今日はどうもありがとうございましたありがとうございました